タツミのブンブンマンブルライフへようこそ。今日やばいっすよ。もうこれ時間ないんで早速お呼びしましょう。この方です。はーはいはーいはーいはい、遠藤さん。うわー、すいません、お願いします。遠藤さんです。ここにこの遠藤さん来てくれました。本当いつも本当お世話になってます。ありがとうございます。いやもうありがとうございます。出ていただいて。何おっしゃいますやら。もういやもう今日ずっと楽しみにしてまして、はい、いやたまたまね同じコンペと同じ組ということで、はい、急遽こうやって動画をね、そうなんです。だから今機材もちょっと遠藤さんのお返ししてるんですけど。いやいや全然大丈夫。すいません、もうせっかくなので、はいはい、3ホールほど、うん、もうこれ対決やらせていただきたいと思っております。いやこちらこそ、やっぱりどっちが将来的にテーラーメイドを勝負のかということもありますんでね。ずっとこれなんですよ。僕の方のチャンネルでもどっちが最終的にテーラーメイドもう噛んでるから無理やな。いや大丈夫です、大丈夫です。テーラーメイドを噛んでるから多分しょわれへんかもしれんけど、ちょっとねテーラーメイドをちょっとしょいたいなと思いますから。今しょってる人だから。今しょってます、はい。今しょってるから俺が勝てばひょっとしたらしょえるかもしれない。いやじゃあ僕防衛戦ですね、結構これ。いや防衛戦ですよ。やばいっすね。本当に本当に。いやただかけると言っても、はい、さすがに何かこうかけるものがないとと思っておりました。まあ確かにね。私持ってきました。なんすか。どうやら遠藤さん公開前はちょっと好きみたいなことちょっとおっしゃっていただいた。うちの娘がもう大好きで、うわしょっちゅう動画見てます、公開を。うわー、はい、いやなんか、星光が遠藤さんから DM 来たことあるんだよね、みたいな。一回だけね、一回だけでちょっと、はい、なんか、何ターンかやらせてもらいました。本当ですか。まあ、会ったことはないですね、僕はね。うわー、はい、なので、はい、東海オンエアコンペっていうのやってるんですよ。ほう、岡崎で。うん、愛知県の愛知県の岡崎市でやってるんですが、次のコンペ、うん、僕が勝ったら、うん、来てくださいよ。どうしよっかな。そこはお願い。いやいや、それはもう僕でよければ行かせてもらいますよ。本当ですか。それは行きたいですよ。みんな都会のみんなマジ来てくれるかも。いやもう普通に行きますんで、呼んでもらえれば。いや僕ら本当見てた世代なので、もうそんなことない、そんなことない。逆にですけど、はい、僕が負けてしまった場合何かありますか。そうですね、さっきも使ってたクラブがテーラーメイドさんといえばね、タイガーウッズとね、はい、やってますから。タイガーウッズのオリジナルみたいなのがあったじゃないですか。ありました。刻印入れて P7TW っていうのがありましたね、はい、あれの遠藤バージョン作ってください。いやいや、めちゃめちゃいかついですよそれ。めちゃめちゃいかついですよ。いやそれ作ってもらいたいですね。マジっすか。うん、いやただ岡崎に来てもらうのとはちょうどいい引き換えかもしれないですね。ちょうどいいかもしれない。いや岡崎は一度も行きますけどもね。でもまあこれ真剣勝負なんで、はい、頑張りましょう。ちょっとじゃあここから3ホール OK。 よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もうあのプライベートで使っていただいてるの。Thank you, テラメイト。いや、ナイスショットです。Thank you, テラメイト。いや、すげえ。やばい、やばい。飛ぶだけにね、左に毛があるから怖いけどね。やばい。これマジで行けた。やばい。飛ぶだけにね、左に毛があるから怖いけどね。うわー、いけちゃう？ポチャって聞こえました今。いけちゃうこれはやばい。これはいいぞ。行きましょう。ということで池でした。これが3打目で遠藤さんがあの真横から2打目なんで近くまで行きたい。230ヤード2番や。ナイスショットです。これは230ヤードぐらいでしたね。ちょっと俺スプーンでも乗れへんのに。さあ遠藤さん2打目になります。多分乗らないんで。はい、軽く。うわ、どこ打ってんの。ちょっと左。出てきた。おお。よし、フェアウェイ。おお。ロイヤルゴルフクラブの攻め方はあれです。あれなんですか。あそこの木に当てて右行った方がまあいいかな。あ、そうだ。知らなかったっす。あの木に当たった。あの木に当たって。あ、すごい持ってますね。あ、
でもね、さっきも言ったけど、はい、ここのコースの攻め方としてはこれが一番いい。めちゃくちゃ左行ったって言ってましたけど。あ、本当？はいはいはい。あ、ごめんごめん。あ、違いました、うん、狙い通りだったんですか？狙い通り、よし、そこからだって言ったと思うけど。あ、すげえ、左行ったに聞こえちゃった。あ、本当？はい、ちょっと一応チェックしといて。一応、はい、今、うんうんうん、再生してます。ちょっと左、ちょっと左、ちょっと左。はい、よし、そこ行ったって多分言ったと思うけどね。あ、すいません、すいません、聞き間違いで。さあ、遠藤さん何ヤードぐらいですかね。57ですね。57で一応58度持ってます。はい、ありがとうございます。正直言います、すっごい助かったんです。すっごい助かったから、これなんとか、そうですね、出したいですね。はい、うわ、低い球、止まれ止まれ、ガーッ。うわー、ちょっと奥まで行きましたか。いや、でも狙い通りの低い球でした。一応ね、狙い通りには行ったんですけど、あれ、スリーオンしてなかったら俺の方が不利ってこと？あれ、急に僕の有利になりました。めっちゃいい展開です。東海オンエアさんのコンペっていうのは俺とか行ってもいいんですか？あの、本当に、はい、本当に一般人の東海オンエアの友達とか、はい、東海オンエアとかなんで、はい、ただあのショータイムゴルフとか分かります？あ、はいはい、彼らとかちょっとこう知ってる人たちは来るんですけども、うんうんうん、本当に何でもないやつですよ。言っていいの？いや、だから遠藤さん来たら多分みんなひっくり返ります、普通に。それはない、そんなことはないけど。いや、本当っす、本当っす。何でも遠藤さんが良ければ。いやいや、もうでもここでもまあ勝負だからね。まあそうですね、僕は勝たないといけないですから。いやー、ナイスタッチです。ナイスタッチです。いかったね、ありがとうございます。切れるか、ちょっと弱かったですね。はい、ちょっと弱かったですね。よし、お願いします。よし、じゃあ俺やな。はい、お願いします。ナイスです。よし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 、ということで1ホール目スクエアでございます。ボギボギ。よっしゃ、次いきます。タツニーのまんまんまんぶりライフ。505ヤードのパー5ってことはもう本当に岸田君だったらもう本当に2オン、さっきのセカンドが出れば2オン行く。そういうことですよね。あとドライバーが曲がんなきゃっていう。はい、ね、遠藤さん本当ドライバー曲がんないから。曲がんないけど飛ばないんですけど、最近ちょっとだけ飛んでるんですよね。まあ、じゃあもう本当飛んで曲がんない人じゃないですか、じゃあ。いやいや、飛んでる人も全然、あの一般の人より飛んでるよ。いや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 。あー、ちょっと開いたー。いけたーん。ご。木に当たったら多分俺の場合はヘアウェイに行くっていう。もうだからまた使ってきましたよ、遠藤さん。ずるくないですか、ちょっと。でもロイヤルゴルフクラブのここの攻め方はあれがいいと思います。やっぱあれなんですね。安全だと思います。わかりました、今度はもう知った上で打てるんで、うん、うわー、これはすげー。よいしょー、大丈夫ですか。飛びすぎて左のね、えラフというか木に当たってるからちょっと落ちどころが違う。違う、遠藤さん、遠藤さん、木に当たったらって言ってたから。俺の場合はね。ええ、それ僕は違うんですか。俺と岸田君がそのロイヤルゴルフクラブへの思いというか、はい、それは多分違うと。俺は大体キーナだったらヘアウェイに出るっていう。いや、それ俺は覚えれないですけど。遠藤さん今日何回目ですか。2回目です。全然ないじゃないですか。1年ぶりです。思い出が違うから多分いいと。あ、結果お前真面目な顔で言ってんのか。もう本当いいとかあるじゃないですか。ロイヤルゴルフクラブありがとうってなんかブッシュでもそういうふうに思ってると、結果ブッシュじゃなくめちゃくちゃいいとこじゃないですか、これ。俺のイメージだったらこの辺でキャディさんが一つありますっていうのが俺のボールのイメージなんですけど、はい、何も言わないですね。めちゃくちゃ深い。これブッシュって言うんですよ、皆さん。普通にあるはずの球がなくなるんですよね。これ思い出不足かな。これ遠藤の思い出不足かもしれないですよ、これ。そしたらあ、そうそうでしょ。バンカーよりは右行ったっすかね。うん、あー、あそこ出てきてる可能性あるっすもん。あった。うわっ。あった。どう。思い出すぎね。
違うな、思い出ないもん。それには思い出がないから俺。ワンペナヘアウェイでいい？もちろんです、もちろんです。ということなので、はい、ロイヤルゴルフクラブの3番ホールのロングは絶対こぐっちゃダメですよっていう。絶対ダメだったんですね、はい、思い出があろうがなかろうが曲げちゃダメだっていう話です。あ、そうだったんですか。なんで私、あのヘアウェイから、はい、わかりました、出してもらいますので。勉強になりました、すいません、ありがとうございます。ちょっと遠藤、思い出不足だったのでロフトボールしたくて、ここから行きます。ヘアウェイ、アダンス。ナイスです。ね、アダンス。ない？いやもう全く思い入れもなかったので。そうでしょ？はい。結構俺もね、それ思い入れなかったのよ。あ、なかったんですか。なかったの。だから結果に残念だ。ただやっぱ思い入れなかったっすもんね、全く。僕だもん。はい。見てて、あ、不足だなと思った。思いました。うん。すげえ不足してんなと思って。いや、そうっすね。いやー。そこだったっすね。ちょっと僕も思い入れ足らずで、こっからスペシャル3打目をちょっと使わせていただきます。193ヤード。いやー、ごめんなさいですね。右です。まあ同じようなところに行きました。いい勝負してるな、もしかしたら。くっそ、遠藤さんがさ、プライベートのさ、ゴルフコンペ岡崎まで来たらおもろない？普通に遠藤さんが来んだよ。絶対ツーショットとか撮ってくれるもん、遠藤さんだったら。絶対に勝つ。勝ちます。うわー、めっちゃいい入り。うわー、ナイスショットです。込めたから、込めたから、今結局込めるから、うん、結局思い入れ込めるとはなっちゃうんですよね。ただ、さっきはちょっと込めてなかった部分があったでしょ。はいはい。ということで、俺も込めます、ここは確実に。うわー、ナイス。あら、嘘嘘、込めたよね。いや、今感じましたね。いや、もうこもりまくってた、今。困ってました、今完全に、うん、今も相当、あ、こもってるなーと思ったもん。なんか俺、こもるって大好きになっちゃう。なんやねんな、こもる。なんかそれ。ラインどんなもんすかね。僕は止めるんでね。あ、はい、わかりました。ちょっとスライスすると思うんですけど、はい、もうほぼほぼもう込めてるんで。はい、まあ、見ててください。わかりました。うわっ、こもってないのよ。マッチでショートするところもこもってないっていう。よし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 。うわっ、オッケー、ありがとうございます。おめでとう。はい、ありがとうございます。ボギーです。もう次最勝負になります。最勝負で勝ちます。タツニーのまんまんま。ということで、遠藤さん、おおお、ここが対決の最終ホールとなりました。来ましたね、とうとうパー5でございます。パー 5! うわ、これでかよし。はい、絶対に負けられへんから。高校で決着がつきます。高校で決着がつきますね。はいはい。ただこれ、はい、テーラーメイドさんのこのクラブをなんか、そうなんです。あ、これステルス 2? はい、それ一応レディースで、あと3種類がこちらになります。やっぱ俺さすがアンバサダー。一応、はい、アンバサダーなもんで、なんか打ってみたいのあれば。僕ね、今僕使ってるのはこのグローレなんですよ。はい、ちょっと優しめのステルスの。はい、でそれで言ったらもう使うとしたら HD なんですよね。一番捕まりますからね。一番まだね。はい、ちょっとじゃあそれを打っていただけるんですか。え、これで俺勝負するの。はい。いや、それおかしいやろ。いや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 、だったらこのステルスの女子使って。マジっすか。ステルスの女子使って、岸田君は。で、俺はステルスの HG だったら、だってこれまだ1球も打ったことないやん。そうっすね。そうだろ。ちょ、これぐにゃぐにゃすぎません。大丈夫ですか。いや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 、全然。いや、いいよいいよ。いやいやいや、行きましょう。これでいったわ。マジでそれでいく。面白いです、面白いです。俺これでいきます。 OK。 うわめちゃめちゃ上がるね、やっぱり。うわ、すげーすげー、球上がりやすいです。しなってたよ。すごいっすね、今。そして僕が、はい、
テーラーさんのステルス2ですよね、新しいやつですよね、これの HD。 本当にこの球筋次第でテーラーからあるかもしれないですからね。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待ってお願いします、マジでちょっと待って。おーナイスショー、めっちゃいい球、うわーナイスショー、お買いがありがとうございます。いや、これでもう決まりですね、テーラーメイドの私、来年度のアンバサダーは。いや、今のはちょっと文句言えないっすね。いや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 、完璧なドローでしたね。完璧やん、よし、これ持って帰ろう。いや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 、これは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 、みんなあるんで、また分かりました、また行っときますんで。分かりました、はい、いいね、テーラーメイドもいい、エンドラーメイドみたいな、エンドラーメイド、うん、名前も変えるんすか。ユーティリティの、なんか19度の方なんで急に、なんで大人になったんですか。なんかね、元々2オンするぐらいの力があるんだったら持っていいけど、元々しないのに、だったら3打目を打ちやすいところに打てるクラブの方がいいんじゃないかと。いや、間違いないです、大人ですね、今年で52歳でございます。なんと僕が生まれた1ヶ月後に芸能界入りしたらしいですね。そうです、31年目ということで。31年目です。いや、すごいです。じゃあセカンドショット、はい、そんなセカンドショットなんですが、はい、当たるかどうかは分かりません。うわー、大人ー、大人ー、だ完璧、フェアウェイ完璧です、ありがとう。52歳、52歳で、52歳大人です。いや、初めてレディースのクラブラウンドで打ちました。そうでした、上っちくらい球が上がってました。バックスピンが上がってましたもん、だってあれ完全にこの辺の感覚もなかった。ここフェースこっち向いてるかと思った。美しい、ありがとうございます。さあ、3打目でございます。160ぐらいらしいので、はい、6番アイアンで、はい、7まではまだ当たる確率があるけど、分かるです分かるです。6から急に難しくなるんですよ。なんか別物ですよね、本当に別物で。ちょっと一回トライします。うわ、いいライン出し、うわー、ナイスオン、一応離す、ナイスです。やっぱどうしてもこの分こっち、やっぱね、そうですね、傾斜分でした ね。いやでも計算完璧でした。いや、でもしゃあないっす。いや、ナイスオンです。うん、ナイスオン。さあ、いい戦いとなっております。いや、いい勝負ですよ、ほんまに。いい勝負やな。うわー、勝ちてー、遠藤さん、岡崎呼びてー。伸びろ、もうちょい、伸びろ、これいい、伸びろ、ナイスタッチ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパーです。いったんパー、いったんパーです。さあ、入れたら勝ちです。はい、2パットで引き分け、はい、3パットで勝ち。じゃあ、決まっていけー、ちょっと微妙で、ちょっと微妙かな、微妙っすね。 OK はちょっとダメ。いや、打ちます。うわ、ラインには乗ってたっす。これは決めたいっす。ナイス、ナイス、ナイスパーです、ナイスパーです、ナイスパー。次のリベンジマッチをキンキンにやるっていうのはどうでしょうか。いいんですか、むしろ、うん、全然僕は大丈夫ですよ。サンホール回りましたけども、はい、引き分けでした。そうですね、オールスケアでしたね、マッチプレーは。本当にいい勝負でしたね。いい勝負でした、本当に。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。本当に助かりました、本当に。これじゃあまた次リベンジをさせてください。もちろん、またあのリベンジマッチということで、うん、その時に勝てばまた岡崎に来てもらいたいと。もちろんもちろんもちろん思っておりますので。岡崎もありますし、僕の
タイガー・ウッズ刻印の遠藤正造バージョン刻印もね、エンドアイアン、エンドアイアン、はい、わかりました。ということで本日はココリコの遠藤さんに来ていただきました。遠藤さんの方のチャンネルもね、今概要欄に貼っておきますので、ぜひ僕出させていただいてますので、はい、見に行ってみてください。お願いします。ということで本日の動画もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ピーピーデン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 。Da da 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 da